はい、さあ始まりましたチュールのインスタライブ。本日は第4回目の配信となります。このインスタライブでは毎週卒花さんやプレ花さん、結婚式にまつわるクリエイターさんをゲストと呼びして、結婚式のあれこれについてゲストと対談していきます。本日も MC は私チュール広報で、2017年にトランクホテルで結婚式を行った卒花のゆうきが務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ではライブ4回目である本日は素敵な卒花さんがゲストに頂いております。はい、では自己紹介お願いします。はい、2018年の秋にメゾンプルミエールで結婚式を挙げたエリカです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。質問もたくさんお待ちしておりますので、どんどんコメントしてくださいね。それでは早速トークテーマに参りましょう。はい、はい、まずじゃあ結婚式を何でしようと思いましたか？まずプロポーズをされた時に彼と結婚式を挙げるかどうかについて話し合って、うん、であのお付き合い長かったので、うん、本当にいろんな人に心配とご迷惑をかけて、どれくらい付き合ってたんですか？学生時代からなんで、5年記念日にプロポーズしてもらって、っていう形だったので、なんか本当お世話になった皆さんにちゃんと幸せになるよっていう誓いを立てようと、うんうん、でその皆さんに感謝の気持ちを伝える日にしたいねっていうので、うん、じゃあそのために結婚式を挙げようっていう風に2人で話し合って決めました。素晴らしい。その式場と選んだポイントを教えてください。はい、式場は私あのいろんなものを持ち込みたくって、もともとお花屋さんだったので、こうブライダルにはやりたいことがいっぱい、こうお仕事で見てきてるから、これもやりたい、自分の集大成ですよね。あれもやりたいみたいなのがあって、それを叶えてくれるところをすごく探して、でその中でもやっぱりその皆さんに感謝を伝えるっていうテーマなので、来てもらう方々に楽しんでもらうために、もう料理が美味しいのは絶対必要だったんですよ、うん、絶対必要、うんうん、ね、それですごいいっぱい探して、メゾンプルミエールはミシェラン星付きのシェフが監修したお料理なので、そうなんですね、もう安心、絶対安心と思って、うん、それであのいろんな持ち込みも契約前にこうご相談したら、うんうん、あの許してもらえることが多かったので、うん、メゾンプルミエールにしました。好きな会場ですよね。シンプルで真っ白な会場なので、うん、なんか自分の好きなような形にできるのも魅力でした。ちなみに他にどこか会場を見てましたか？トランクホテルじゃなくて、ショートトランクショートギャラリーと、あとクレイジーウェディングを見に行ってたんですけど、はい、あのクレイジーさんは、うん、あの料理がケータリングのところがあったりだとかして、うんうん、倉庫とかで、ね、そうなんですよね。なんであの会場装飾とかすごい魅力的だったんですけど、うんうん、彼がちょっとあの地方からお友達も呼ぶので、うん、なんかこう場所的にもいろいろ考えてメゾンさんにしました。はい、こういろんなプレハネ迎えに参加してて、たっぷり準備して、そうそう、聞いて、やったことが、やった方がいいこととか、うんうん、むしろやらなくていいこととか、いろいろ教えてもらうのが終わっちゃったけど、気になる。それ気になる。ちなみにやらなくてよかったことはどんなことやったんですか？その花嫁さんは、フォトブース、うんうん、あの受付スペースのフォトブースを作ったらしいんですよ。結構頑張って。あ、もう本当のあの、あれですか、あの芸能人がある後ろの壁みたいなやつですか？なんかちょっと可愛い感じ作り込んだ、うん、フォトスポットみたいな。流行りましたよね。あれは頑張ったけれども、うんうん、実際みんな受付したら久しぶりみたいになってて、写真をみんなが撮ってくれてなかった。確かに最初来てすぐ届けならないですもんね。そう、多分同窓会みたいになるし、うん、特にこうあの上司の方とか、うん、でもね、全然そんな写真、うん、そこで自分たちの撮るって感じがない。花嫁たちがいないと多分撮らないですよね。だからなんかそこにすごい注ぎ込んだからちょっと悲しかったから、うん、確かにもし作るなら絶対誘導してもらえる仕組みにした方がいいし、うんうん、確かにだからお色直しの時に自分たちが立たないと多分使われないですよね。だからなんかゲストがこうしてくれるであろうみたいなところにあんまりこう注ぐと確かに辛いくなるから、なんかよく考えた方がいいよみたいなアドバイスもらって、すごい
それは勉強になります。確かに。え、逆に 何した方がいいよって言われたんですか。まず何からしたらいいか分かんなかったから、うん、か皆さんに聞いたら、うん、まずムービーは、うん、自分でやろうと思ってるのは早めにやってみて。確かに素材ないんですよね、彼が大体。あ、集めるの実家 行かなきゃいけないところから私も始まりました。そうなんかで、無理だと思ったら早めに外注に切り替えないと、うんうんうん、そうですね、3ヶ月前とか言わないと直前になればなるほど高くなるし難しくなるから、うん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 、ムービーは一番ぐらいに手つけた方がいいって。意外と後回ししがちなんですけどね。もう全部素材ありますからね、自分たち。そうそうそう、なんか式場さんに頼まなくてもいい、聞かなくてもいい、一番手をつきやすいとか、うん、ムービー。確かにプロフィールムービーとか今すぐ作れますもんね。そうそうそう、私はそれから手をつけます。私も彼の実家行って、うんうん、まとまってない写真から掘り出すところから始まりました。私がなんで私が彼のやるんだろうと思いながら。この写真、この写真、ね、私も彼にお母さんに頼んでねって言ったのに、うん、ずっと頼んでくれなくて、結局最後の私がお母さんにごめんなさいって言って、選んでいただいて送ってもらったから、もう早い方がいいって。そう、彼の写真が一番大事。そう、彼の写真、自分がいくらでもある。そうそうそう。だからもう彼のが揃ってからやろうじゃなくて、もう作っといて。そうですね。で、必要なのをもう決め打ち。そうそう、この写真が必要って、もう事前に赤ちゃんの時の写真とか、そうですね、うん、こうもう事前に必要な写真を決めて探しに行くのが一番。確かに、お正月帰るタイミングとかね、夏挨拶行く時とかね。そうそうそう、それがいいと思います。それプレハナさんにそれアドバイス、はい、私もすすめました。他にはどんな準備されましたか。そうですね、結構こうプロフィールブックみたいなのを作るかすごい悩んだんですけど、うんうん、プロフィールブックだと皆さんに持って帰ってもらうのが多くなっちゃうなと思って、うんうん、今回はゲストの方に楽しんでもらうテーマだったので、うんうん、なんかこう、あ、ちっちゃいミニアルバムみたいなのを作って、うんうんうん、ミニアルバムを作って、すごい、20冊ぐらい、20冊ぐらいあります。なんかデートの時とか、うん、まあ、前撮りのものとか、うん、本当に2人の今までのをアルバムにして置いといたんですけど、これが結構待ち時間皆さん見ててくれて好評で、あとなんかプレハナさんたちが真似しましたっていうご連絡を、うん、これ最初中身空だと思ったんですけど、ちゃんと中身はあるんだと思ってびっくりしました。こういうちっちゃいミニアルバムの300円ぐらいで作れる、うん、そんな安いんですか、うん、何とこで作ってるの。島は、あ、有名、なんか聞いたことあります。そうそうそう、あ、自分でワンちゃんのとかよくやってます。あ、そうそうです、そうです。なんか本当に、うんうんうん、真四角のとか、うん、結構おしゃれなのいろいろあって、うん、でこれ一回作るといいのが、なんか彼とこの後も旅行とかデートのために写真を撮ってアルバムを作るんで、どんどん増やしていって、素敵。なんかベビーでしたりして、ね、そうなんか思い出を残す習慣もなんか第一弾みたいにできたんで、みんなにも喜んでもらえたし、うん、私も良かったし、うん、終わった後本当彼のご実家に持ってって見てもらったり、うん、うちの母親の職場に持ってかれて、なんかいろんなところに出張してます。素敵。意外、そう、すごい安いし、でもなんかクオリティもすごい良くって、これもおすすめです。いいですね、うん、他は招待状とかドレスとかは、あ、招待状はなんかイベントに当選して全部プレゼント、まあ、モニターのやつですよね、よくインスタでやってよく見かけます。私自分で作ろうと思ってたんですけど、うん、実はなんか招待状出す直前に引っ越しが決まって、うんうんうん、もうこれ自分で作ってたら、うん、もう大変だったと思って、ペーパーアイテムとかは自分でやるのそれこそ早めがいいんだなと思いました、うんうんうん、私は頼めたからよかったけど、うん、引っ越しとか頼むとあれ2、3週間必要なんですね、追加で。そうそうそう、だからとにかく自分でやるって思ってるものは早めがいいなって、うんうん、確かに諦める時の余裕を持っておかないと。諦めっぽいの早めに作っておくといいかもと思いました。では続いて、私の選んだドレスはこれ、はい、はい、アリアナ出ました。今回2回目で4回目のライブでした。出ました、世界の最高潮ドレス。はい、これを選んだポイントは、ブライダルモデルを学生の時にしてて、うん、ドレスいっぱい着てきてたんですよ、うん、だからあんまりこう興味がなかったんです、うん、実は、うん、でもモデルされた人みんないますよ。何でもいいや
みたいな。でもみんな言うそれ。このドレスに出会った時に衝撃で、うん、もう一回でいいから着てみたいと思って着たんですよ、うんうん、もう着たらこのドレス以外は着たくないってなっちゃったんです。いやだってこれ想像を絶する軽さなんですよね。そうなんです。なんか意外としかもちゃんとフィットするんですよね。めちゃくちゃフィットしてくれるし、うんうん、なんかその自分のコンプレックス、私お尻大きいのとかコンプレックスだったんですけど、うんうん、をなんか活かしてくれて、うんうんうん、なんか皆さんが選んでるロレッタっていうのよりも、うんうん、よりマーメイドな形のオデットっていうドレスなんですけど、なんかもうそれに惹かれて、もう独身時代に貯めた貯金をはたいて自分で買ったんです。自分で買ったんですね。彼はなんかいいよ好きなの着なさいですね。分かってないし、ちょっと想像でそれでなんですよね。結構パーセンスもね、もちろんそうね、出しました。いやそうですよ。余裕で婚約指輪を多分お会計で渡したらすごい高かったと思うんですけど、回っちゃうんじゃないかぐらいのやつですね。でも後悔は一切ないです。いやでも本当に素敵です。もうなんか着倒してます。ハネムーンでも着るし。ナオーダーメイドと何ヶ月前に。何ヶ月前に結構私早くに行ったんですよ。トランクショーに行った時に見てて、でもその時はちょっとひよったんですよね。考えます。値段が本当に軽く車買えるって思う、多分もうそれででもやっぱりってでもサイズ測ってたんで結構早い段階でもう決めちゃったから、もっと試着しとけばよかったと思いました。結構もうスポンって決めちゃったんで、後からこのマーメイドってこのボリュームって他のドレスないですよね。ないんだけどみんな一体してるじゃないですか。なんか悩んで、確かにその時間すごい楽しそうだなと思って、終わった後はもっと着とけばよかったかなってちょっと思いました。この素敵なドレスは悔いなしですね。ありがとうございます。もう一着が和装で、お色直しは和装の引き振り袖、うんうん、これは成人式の時にうちの母親があつらえて、染めからこだわってあつらえてくれた赤無地の振り袖 で成人式で着たんですけど、真っ赤な無地って珍しいので、なんかせっかくだったら結婚式でも着たいなと思って、おばあちゃんが洋裁、和裁する人なんですよ、はいはい、から引き振り袖におばあちゃんに直してもらって、すごい。そんなことできるんですね。そう、なんか二人でいろいろ考えて、なんかどうしたらなんかまた元に戻せるようにしたかったんで、ちょっといろいろ工夫して、すごい。そうなんですね。おじいちゃんが、七五三の時に買ってくれた、用意してくれた髪飾り、これ花嫁さん用なんですけど、七五三の時に用意してくれてたんですよ。でそれもつけなくて、そんな言葉で見越して、そうです。おじいちゃんも亡くなってたので、なんか天国から見てもらえると思って、それをメインにした髪型で。七五三の時これつけてたって相当大きかったですね。今でもかなりの重量。これ1個じゃなくて、実は3個のパーツを1箇所につけてるんですよ。本当は3つのパーツでバラバラに七五三の時にはつけてたんですけど、ヘアメイクさんとこの、髪飾りが主役になるようなヘアにしたいねって言って考えて、こんな感じにつけました。赤サボは、すごい可愛い。ローズのアーチにしまして、珍しいですね。本当ですか。なんかダーズンローズのセレモニーで人前式にしたんですよ。誓い合う時に。で彼が大学でバラの研究をしてたのもあって、ロマンティックすぎます。なんか二人ともバラはすごく、縁があったので、ローズアーチで、高砂のこのソファーほとんど隠れてたあれなんですけど、ソファーはどうしてもこう片方がこう背もたれなので、お姫さんみたいなソファーに座りたくて、自分で家具のレンタルショップに借りに行きました。すごい。そうなんです。こだわって後ろの布とかも自分で買いに行って、前日、そうなんですか？前日の夜に脚立持って。すごい。さすがやっぱお花屋さんなんだ、経験から。そう、ウェディングドレスのディスプレイとかやってたりして、うん、で結婚式もちょっと入ってたので、プロプロ。そうなんですよ。こだわり
ました。しかもですね、師匠さん、あ、そうなんです、お花は師匠に全部お願いして、うん、なんでこんなすごいアーチ作ってもらうなんてびっくりしちゃって、うん、さすがすぎる、アーチでお願いしますって言ってたんですけど、はい、なんかもう見た瞬間もう言葉が出ないぐらい感動しました。すっごい立派な、全部成果で、でもなかなかこのこういうのってそのたまたまガーデンに生えてるのあるじゃないですか、はい、その会場として、はいはいはい、作ったのなかなか珍しいですよ、しかもちゃんとガーデンの成果っていうそうなんですよね、本当。いやでもこんな立派にしてもらえると思わなかった。いやすごい愛が詰まってますね。お仕事頑張って確かに確かに、それあれですね師匠に感謝です、はい、ブーケとかこだわりありますか？ブーケはそのバズンローズの時に使うローズだけで、あとちょっと本当にシンプルなのにしました。初め持たなくていいかなぐらいだったんで、本当にドレスがすごい立派だからあの、まあ、あとこう会場を結構、うん、会場にお花いっぱいにして言ってたんで、でもなんかシンプルなのを持ててよかったので、うん、もう完全お任せでしました。春らしい感じ、秋です、すいません秋ですでもそう、うん、ダーズンローズのローズと同じのにしてくれて、まあ思いもこもってるので、はい、よかったです。カメラマンやムービー選びとかは、カメラマンさんはウコンさんっていう、うん、あの東京駅とかの写真すごく有名なウェディングのフォトグラファーさんにお願いして、うんうん、本当に素敵な写真をたくさん残してもらえて、うんうんうん、はい、でムービーはファーストフィルムさん、うんうんうん、で、もともとなんかエンゲージメントフォトのモニター募集みたいなのされていて応募したんですよ、うんうんうん、そしたらその時のなんかスタッフさんの対応がすごい優しくって、なんか親身になってくださって、うんうん、あ、こんなにしてくださるんだったら当日もお願いしたいと思ってお願いしたんですよね。本当してるとなんかちょっと安心ですよね、うん、そうですね。ウコンさんもその、本番入る前に着物で撮ってもらってて、うん、ちょっと知り合いだったので、うん、なんか本当にあの全部自分で、あの式場じゃなくて全部外注で探したので、うんうん、探し出すのでちょっと大変だったんですけど、確かにチームだと今全部見えますね。そう、それね、こう比べられるじゃないですか、うん、いやでも大変ですよね、インスタとかからハッシュタグから探して、しかも値段を見つけて、そう、値段をなんか聞かないといけない方が結構多い、結構アスク多いですよね。そうなんです、だから全部聞いて自分で見比べてはだいぶ時間かかりましたね。かかりますよね。だからチュール一覧になってるの見て、うん、羨ましい。そもそも何でも持ち込める式場がこんなにあるだなんて、私あんなに苦労したのにみたいな、すごい問い合わせ必要ですもんね。全部自分でやろうとすると、本当に全部自分でやってたので、はい、頑張りました頑張りました。これやってよかった、友人に褒められたポイント、写真見せてもらった方が、うん、さっきのアルバムもすごく褒められたんですけど、方面帳をなくして、方面帳の代わりにポスターに、名前とメッセージを書いてもらう、なんかこれはなんか皆さん楽しんでやってくれて、うん、で終わった後もお家に飾れるので、うん、すごい良かったです。この写真もまたすごい素敵ですね。ありがとうございます。日本ですかこれ？日本です、日本です。そう、キラキラな感じの、ロマンティックな感じ、そう、なんか飾りたい写真を大きく引き伸ばしました、うん、でそれに皆さんからコメントもらって、はい、すごい褒めてもらって、あとはなんかゲストの方々へのギフトを結構こだわって、うん、私ちょっとおばあちゃんと一緒に着物の帯をモチーフにしたあのバッグとか小物を作ってるんですけど、うんうん、初めて見ましたこれ。ふくらすずめっていうちょっと、うんうん、あの縁起のいい結びのモチーフなんですけど、これを一人ずつになんか意味を持った和柄のものを選んで、これにはこんな意味があるからよかったら持ってねみたいなメッセージを一人ずつに書いて、手紙もぎっしり書かれてますねそうですね、本当にゲストの方にかけられるお金ってやっぱりね、上限があるけれども、うん、手間とか時間はいくらでもあるって思ったんで、もう感謝の気持ち
ちをどう伝えるかって考えてこういう風にしたものが皆さんに本当に喜んでもらえて、なんか引き出物も全部送り分けにしたんですよ、うん、女の子のゲストにはその子に似合う口紅とか、なんかライターの仕事やってる子にはネイルとか、なんかそういう風に送り分けとかすごい手間がそれかかってますね、ぐらいしか私ができることはないかなと思ったんで、嬉しい、来てくれたら嬉しい頑張ったんですけど、それは本当伝わったみたいで、うん、みんなに嬉しかった言ってもらえて、よかったです。素敵です。逆にこうしておけばよかったってことはありますか？なんか当日やっぱり舞い上がっちゃってて、うん、こうなんか撮りたい写真みたいなのいっぱい保存してたのに、うん、分かります。なんかもうわーってなっちゃって、うん、まだ撮れる時間が残ってたんです、結婚式の前、意外と時間があって、だけどなんか何撮るって言われた時に、みたいな、パッと出てたんですよ、もう楽しんだみたいに言っちゃったんですけど、いざポーズって出てこないですよね。あんなに仕事でやってきてたのに、忘れちゃうんですよ、なんか、いや、わかります。で、結局後から、あ、そういえば、せっかく地味中の靴にしたのに、シューズもカットがなかったなとか、準備フォトって結構忘れがちです。リングとかも、リングしたサイズ取らないから、わざわざちゃんとポーズ取らないと取れないですもんね。なんか追われちゃって、でも、それでもまあ大満足の写真いっぱい残してもらったんですけど、後からこれ撮ろうと思ってたのにみたいに思ったことが出てきて、指輪の物撮りとかね忘れがち。残念、でもカメラマンさんちゃんと撮ってくれました。すごい、もう何も言わずに勝手に撮っといてくれて、もうすっごいセクション何パターンか、すごい、すごかったです。コンさんさすがでした。でもなんか結局ドレスもシューズも私は自分のものだったので、あの当日撮れなかった分はハネムーンの後撮りで撮ろうって、うん、楽しみが増えたと思います。あ、でもこれからこれからです。どこ行くんですか？ベネチアからクルーズ船に乗って、サントリーニとかミコノスとか、はいはい、地に回った後、はい、クロアチア、はい、に行って帰ってくるみたいな、また全部シーン違うからドレス買えそうですね。いっぱい来てきます。インスタはチェックですね。プレゼントリレーのハッシュタグ検索をきっかけにエリカさんをフォローさせていただきました。 ありがとうございます。間延びせずゲストに楽しんでもらうために工夫されたことがあったらぜひ教えていただきたいです。プレゼントリレーは何ですか？プレゼントリレーっていうのはなんか的取り押しか、式にちっちゃいボックスにこうどんどん大きいボックス入れていって、こうなんかお題を1個ずつ入れるんですよ、で開けてもらったらお題読み上げてもらって、例えば私は一番初めにあの彼の親戚のお子さんに、この会場で一番綺麗なお姉さんか一番かっこいいお兄さんにボックスを渡してねみたいな、楽しいっていう風にして、こうどんどんボックスを渡してもらって、最後のボックスの方にプレゼントを用意しといたんですけど。何のプレゼントですか？私たちはそのなんか美味しいお食事を食べて幸せになってねっていうテーマがあったので、あのお食事券を、あの一番最後のゲストで、でも初めにあのどんなギフトか内緒にしておいて、何かわからないようにして最後なんかお披露目みたいなので、あのなんか間延びしないにというか、本当思ったよりもすっごい盛り上がって、で一体感も出ますよね。そうなんですよ。であのルールを決めていって、あの新郎新婦には渡さない、同じテーブル、私あの長テーブルにしてたんですよ、なので同じテーブルの人には渡さない、初めて会う方に渡すっていうルールにしてたので、あの一度の人が盛り上がるんじゃなくって、必ず全体、会場全体が盛り上がるようにな、ルールにしてたので、それは結構おすすめかな。楽しそうです。最初はキッズってとこがいいですね。そうです。気を使わず、気になる異性とかだとちょっとね、いろいろあるじゃないですか。その後の方が考えちゃうんですよね、どっちになったら。必ずみんなが幸せに笑顔になれるようにと思って、私はそのキッズで、あとはあのピンクがテーマカラーだったんで、ピンクが似合う異性に渡してくださいとか、で一番最後はなんか笑顔が似合う方に渡してくださいにして、すごいなんかみんなでニコニコポーズ撮ってとか、そうすごいなんか司会者さんもその伝えしといたんで、なんかじゃあ皆さん笑顔であの
ボックス持ってる方に笑顔送ってくださいとか言ってくれて、本当にすごい、なんか後から写真見たら大爆笑してて私、それはどのタイミングでやられたんですか？私はあの演出を本当にあのゲストの方にやってもらう余興をゼロにしていて、あのゲスト全員と写真を撮れる時間を撮ってたんですよ。で、あのゲスト全員と写真を撮り終わった後、ケーキカットの前ですね、にそれをやって、で、ケーキカットに移った感じでした。はい、そこになりましたか？なったかな？間延びしないです、全然。あのプレゼントリレーはすごい盛り上がると思います。なんか豪華商品当たりますみたいに言うとね、確かに、確かにやる気が前でも、なんかみんなご飯も全然食べながらできるし、だからじゃあなんか進行歌とかだとみんな止めなきゃいけないですもんね。止めなきゃいけない、まあ、それもすごい素敵だけれども、うん、なんか本当にこうなんて言うんでしょう、皆さんの手も止めず、うん、ワイワイ楽しくできたので、考え尽くされてよかったです。まだ質問ある方はまだまだ募集してます結婚式は実際に挙げてみた感想はどうですか？いやもう本当にすごい幸せな一日で、その、ま、皆さんへの感謝を伝えようってテーマは一つあったんですけど、もう裏テーマとしては、うん、あのじいちゃんおばあちゃんになった時も、たとえ喧嘩してしまった時も、結婚式の日を思い出したら絶対幸せな気持ちになるような、そんな一日にしようねっていうのを2人のテーマにしてたんですよ。2人でそれは話し合ってたんですけど、本当にそれが叶えられた一日で、写真を見てもムービーを見てもなんか目を閉じてあの日を思い出すだけで、本当になんか幸せ以外は何も思わないぐらい幸せな一日になりました。だからあげて本当に良かったし、まあ、あのすごい全部自分で揃えるの大変だったんですけど、まあ、今となってはそれもいい思い出、ただチュールにもっと早く出会ってもうちょっと私のあの血のにじむような、うん、こう彼にずっとインスタ見てるねって言われる日、いや本当に本当にそうなりますよね。ずっと携帯見てるねって言われて、いやインスタずっと探してる、問い合わせてるの、みたいな、あの大変さをもうちょっと半減して、彼に寂しい思いさせなかったかなってちょっと思います。だからもう少し早く出会いたかったです。そんな感じのところでちょうどチュールの説明させていただきたいんですけれども、チュールは結婚式場探しやドレス選びがスマホでできる業界初のサービスです。チュールはオンラインで結婚式場の準備ができるんですけれども、結婚式の会場やドレス、ヘアメイク、装飾、カメラなど持ち込み料がかからず自由に組み合わせられます。すごすぎる、すごすぎる。もうお花持ち込めるところ探すの本当大変だった。私はいろんなの見たし、お花だけは絶対無理ですって言われました。そう、ずっと言われました。会場内にお花持ち込むのは絶対無理ですって言われました。めっちゃごめんなさいそんなのも、でもドレスだって絶対持ち込み料かかりますからね。かかりますね。かかりますよ。かかります。あの持ち込めないとこすら最近ありますよね。そう、カメラマンもなんかカメラマンも無理って言われました。ゲストとして来てもらいますみたいな、びっくりしちゃって、なんじゃそりゃ、あの一人料理出してくださいみたいな、引き出物も出してみたいな、そうと思ってやりましたね。もうだから本当にすごすぎる、そうなんです。その数ナンバーワン、ね、で、まあ、あと費用も直接かあのつながるので、無駄なお金もかからないですし、あのおしゃれでこだわってるのにお得に式ができるのがポイントです。で今ですと LINE でスクショを送るとおすすめの提案が来たり、とっても便利なので、これから式を挙げる方はぜひ使ってみてください。絶対引き合わせた方がいいですよね、こんな雰囲気って、なんか探すの本当大変だから、その大変、イメージの写真を具現化する、して検索するのってすごく難しくて、難しい。だからなんかこんな感じって写真をくれるのってすごい楽、すごい、すごい楽です。なんか海外とかでこういうのがいいな、なんかよくあるのがなんかダンスできる、海外でダンスしたいとか、ワンちゃん連れてきたい、どうしようみたいな時とかに、あの気楽に相談できるので、ぜひ使ってみてください。羨ましいです、これから使える羨ましいです、私も安く、一気に一括でできるので、ぜひ使ってみてください。ということで、リカさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。
花さんやプレ花さんをお呼びして結婚式の疑問やお悩みを解決できるインスタライブを毎週やっていきます。お話を聞いてみたいっていう卒花さんやプレハナさん、クリエイターさんがいたらぜひ DM でリクエストしてみてください。もちろん結婚式に関する質問も DM でお待ちしております。あと本日のインスタライブの様子はアーカイブに残ってるのでぜひ見てみてください。それではまた来週も木曜日8時から配信するのでお楽しみに。